後藤静香は、大分県出身の社会教育家、社会運動家である。東京高等師範学校数学専修科を卒業後、大分高等女学校、香川女子師範学校で、女子教育に従事する。教員時代に、中学入試の参考書、三術クラブを出版、ベストセラーとなる。収容団に傾倒し、その支部活動に参加するようになる。 やがて1918年、自ら収容雑誌、希望を出版するために希望者を設立し、望み、光の声、泉の花、大道等の雑誌を発行するようになる。これらの雑誌は、啓蒙的な内容で、格言や、偉人伝、偶話などをわかりやすく解説したもので、男も女も収容して、より良い人間、社会に有益な人間にならねばならないと説く、ものであった。 代表作と言うべき、ケニーは100万部を発行したといい、青少年だけでなく、全国の教育者や労働者にも愛読された。後藤は、熱狂的な読者たちに支えられ、希望者運動と呼ばれる、様々な社会活動を行った。その一例として、展示の普及、ハンセン病患者救済、エスペラント運動、老人福祉、アイヌ救済、 現代金遣いの普及などがある。やがて彼のもとには、全国から、熱心な信奉者が訪れるようになるが、希望者の組織が大きくなり、事業が拡大されるにつれ、資金繰りに困るようになった。また、青少年に勤労奉仕を行わせていたこともあり、社会的な批判も高まった。そんな最中に、後藤はスキャンダルに巻き込まれる。狂心的な一女性読者が、 後藤の女性関係について新聞社にリークしたものであったが、それにより、資金繰りはさらに悪化。神のように慕われていた後藤だけに、そのダメージは大きかった。さらに、追い打ちをかけるように読者に、詐欺罪で訴えられ、希望者と後藤の名は失墜する。昭和8年、希望者は解散。後藤はその後も、心の家を主催して、 その生涯を社会教育に捧げた。現代においても、長島茂雄や松坂大輔のように、彼の残した格言を愛する人は多い。朝日新聞昭和6年9月19日、ご投資をなじり、希望者社員の悲劇、狂気団、希望者に皮肉にも、葬儀前社員結集して立つ朝日新聞昭和8年4月11日、有刊二面、希望者長のご投資召喚。 人不明の金数1万円。朝日新聞昭和8年4月23日夕刊2面。後藤希望社長。ついに収容。詐欺横領の県議農法。新宿盛り場清水域、後藤静香と希望者の壊滅。原こありがとうございます。